続きまして参議院議員井ノ口邦子様の代理でご出席いただきました高木博文様、どうぞお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ただいま紹介いただきました、参議院議員井ノ口邦子の秘書で高木と申します。本日は本来井ノ口がこちらで一言ご挨拶を申し上げるべきところでございましたが、所用のため、欠席させていただくことを深くお詫び申し上げます。代わりに、井ノ口から、メッセージを預かってまいりましたので、代読させていただきます。第33回南総里見祭りのご開催を心よりお祝い申し上げます。立山市観光事業運営委員会委員長の金丸健一市長、また実行委員会委員長の小金春夫様はじめ、この伝統ある大切な祭りの関係者の皆様に敬意と感謝を申し上げます。今年は滝沢馬琴による江戸時代の名作南総里見八犬伝が刊行されて200年目となり、南総里見祭りは地域に由来する歴史的な文学と文化を時代を超え世代を超えて伝え続ける貴重な祭りです。また立山市政施行75周年を迎える今年こそ、このお祭りを千葉の宝、日本の宝としてさらに発展させる地域の連帯が深まることを記念申し上げます。国会では9月29日天皇陛下のご臨席を仰ぎ、臨時国会が11月末までの会期で開会されました。地域創生が主要テーマの国会であり、まさに南総里見祭りは地域から全国に発信する力量と地域創生の手本です。本日は党務のため秘書代理の参加となりますが、皆様のご尽力に気持ちを寄せていただきたい、いただきます。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。代読ご盛会誠におめでとうございます。ありがとうございました。